はい、皆さんご機嫌いかがですか今回は緊急動画をお届けしたいと思います、えー、緊急動画のタイトルですがイスラエルのための祈り、まあ、皆さん様々なメディアを通して今イスラエルが大変な状況にあるということをキャッチしておられると思います今日は概略を話をして最後にどのようにイスラエルのために祈ればよいか十項目 提案したいいと思います最後までご覧いただけると嬉しいですご存知のようにイスラエル時間の10月7日土曜日午前6時半ガザ地区を支配するテロ組織ハマスこれはもう完全にテロリストの組織ですねハマスがイスラエルに奇襲攻撃を仕掛けましたでタイミング的にはねこの日はカリーオの祭りの最終日ちょうど安息日に 当たっていたわけですね短時間のうちに数千発のミサイルがイスラエル領内に打ち込まれましたまあ、どれぐらいのミサイルの数かというのはハマス側とイスラエル側の発表は数字が違うんですけれど、まあ、少なくとも3000発から5000発のミサイルが打ち込まれたようですねそしてガザ地区と接している南部地区だけでなくてそれが 大都市テルアビブさらにその北のシャロン平原さらにイスラエルの首都であるエルサレムまでミサイルが届いたというようなことが起こりましたさらに悪いことが起こりましたそれがハマスの戦闘員まあ武装したテロリストたち約1,000名が約1,000人がイスラエル領土内に侵入したんですね そして40時間ほどの間に700人以上のイスラエル市民を殺しました700人以上です、まあ、現在この情報は10月10日現在の情報を皆さんにお知らせしていますけれど負傷者が今2千数百人に上っている、まあ、死者の数負傷者の数は時間とともに増えていきますねさらにテロリストたちは130人前後のイスラエル人を ガザ地区に拉致し、彼らに蛮行を働いているようです。この中には外国人も含まれているようですね。今、イスラエルの歴史を最悪の市民虐殺が起こっています。これ、最悪の市民虐殺、一般市民を虐殺するという蛮行が起こっているわけですね。まあ、こういうことが今、現在進行形で起こりつつありますが、 そこで私なりに解説を試みたいいと思まますまず第一点このニュースを聞いたときに驚くと同時に直ちに思い出したことがありますそれがヨムキプール戦争第四次中東戦争ですねこの時のことを思い出しましたこれちょうど50年前の10月6日食材の日これはヨムキプールというのは食材の日ですね。 この日に起こったんですね、このヨム・キュピュール戦争というのは。50年前ですから、当時私は26歳でした。この時の記憶がまだ鮮明に残っています。エジプトとシリアが奇襲攻撃を仕掛けてきました。この戦争でイスラエルは敗戦の可能性に直面させられました。それまで第1次から第4次まであったんです。これ第4次中東戦争ですが、一番… 危ななかった戦争なんですねそのことを直ちに思い出しましたそしたそて50年経ってこの時と本当に似たような奇襲攻撃が起こったということに驚きを禁じえませんでした第4次中東戦争以降イスラエルはさまざまな形で攻撃を受けてきましたけれど今回の奇襲攻撃のような大規模なしかも内容が異なる 攻撃というのは初めてです新しい要素が見られるそれは何かというと一つは短時間のうちに大量のミサイルが飛んできたということこれは一つ突起すべきことですがさらにそれ以上に新しい要素は何かというとイスラエル領土内につまり自国内に多数の武装テロリストが侵入してきた自国内に多数の武装テロリストの侵入を許したということこれが 新しいことなんですもう驚くべきことが起こったわけですね一、まあ、番目のポイントはヨムキプール戦争と似たようなことが起こったそしてイスラエル国内に武装したテロリストが侵入してきたということこれが一番目のポイントです二番目イスラエル軍の情報部門は責任を問われることでしょう、まあ、イスラエルは情報機関が優秀だというので有名なんですね 個別のテロに関しては、未然にテロを防ぐ、実際に起こるテロ活動の数倍のものが未然に防がれているというふうに言われていますが、今回は不思議なのは、これほど大規模な計画があるのに、なぜ事前に察知できなかったのかということ。これは問われなければいけない問題ですね。考えられる理由は、イスラエル国内で司法改革が行われていて、それをめぐって、 議論で国が今二分されているんですその結果公的機関政府内の機関も軍部も正常に機能しなくなっている、まあ、いつかついこの間私言ったことがあるんですがイスラエルが弱体化したときに敵から攻撃を受ける危険性が増しますでハマスがこのタイミングを狙ったというのはイスラエルが弱くなっているさらにもう一つは イスラエルとサウジアラビアがアメリカの仲介で仲良くなろうとしている。これ以上中東和平が進むと自分たちには都合が良くない。そういう判断でこの奇襲攻撃を仕掛けた。まあイスラエルが弱点を晒すと敵が攻撃してくる。これ過去4回の中東戦争のパターンなんですね。攻撃されないためには常に軍事力において充実している姿を 誇示し続ける必要があるということですね3番目それだけのミサイルを飛ばす資金あるいは武器っていうのはどっから来るのかですけれどこれはもう一般によく言われているイランから提供されてますねで、イランの今の状況ですけれど結構経済的には潤った状態です9月中旬のこと約1月前米国のバイデン政権は イランと交渉して、5人のアメリカ人捕虜を取り戻すために韓国で保管されていたイランの資産60億ドルの凍結を解除したんです。60億ドルっていうと現在の換算レートでいうと日本円で約9000億円です。9000億円の資金が凍結されていたのが解除されて。 アメリカはイランに対して人道的な目的に使用するようにという条件付きで返したわけですね。でイランの方は一旦手にすればどういう目的で使おうが自分たちの思うままだという立場がありますね。つまり潤滑な資金を手に入れたイランがハマスに大幅な手こ入れをした可能性が十分あります。 もう一つはレバノンにいる別の組織イスラエルのの北部ですねレバノンにいる別の組織ヒズボラがイランからの支援を得てイスラエルの北部を攻撃する危険性も高まっているわけです。イランが支援しているテロ組織というのはいくつかあるんですが今対象になっているガザ地区のハマスそれからレバノンにいるヒズボラ それからイエメンの風刺派これはサウジアラビアをよく攻撃しているテロ組織ですこれ全部イランの手先です。オクタパス・ドクトリンというのがあるんでタコ理論。頭がイランでタコ足のように伸びているのがハマスであったりヒズボラであったり風刺派であったりする。だからイスラエルははこの戦いは タコの頭を叩かなきゃいけないいけつまりイランを叩かなきゃいけないということはイスラエルがイランを攻撃するというシナリオは今ますます現実味を帯びてきているというふうに私は考えていますね。3番目のポイントは背後にイランがいるんだイランとの戦いなんだということですね。4番目にハマスに対するイスラエルの報復攻撃がすでに始まっています。 まあ三段階ぐらいでそれが展開されていくと思いますまず一番目はイスラエルに侵入したハマス戦闘員たち武装勢力を排除するつまり殺害して一人残らず彼らを抹殺するガザ地区に帰らないようにするこれはほぼ終わっていると思いますまだ若干戦闘が続いている地区もあるようですがこれはほぼ終わりました 今は何をしているかというとガザ地区のハマス関連施設へのピンポイント攻撃を空爆で行っていますね。あるいはミサイルで行っていますね。ハマス関連の施設を完全に崩壊させるこれが今起こっていることです三番目近い将来これはイスラエルは予備役を今徴収してそしてガザ地区に侵攻しようとしていますつまりイスラエル兵士たちのガザ地区への派遣が 実施されるよ,うようとしていますねこれ、地上軍をガザ地区に派遣して一般人を保護しながらハマスのテロリストたちを殺害するということ、このためには地上作戦がどうしても必要なんです。どれぐらい時間がかかるか分かりません。また、いつごろから実行するのか分かりませんが、意外と近い将来にイスラエル軍が退去してガザ地区に侵入していくということが起こるようことが予想されます。まあ、これまでは イスラエルの指導者たちはハマスに対して報復攻撃すするけれど途中でで必ずやめていたんですそしていろんな電気やガスや水道を提供し資金援助もしたりあるいは就職の機会を与えたりしてですねあの優しく扱えば彼らも激しさがなくなっていくだろうというふうに考えていたんですが今 それが間違っていたというとは明らかになって。イスラエル国内ではテロリストの D. N. A. は変わらないという認識が。もう共通して持たれるようになっています。ですから今回ばかりはハマスを殲滅しようとして徹底的に。地上軍を使ってやると私は予想しています。さあ、こういったことを。理解した上で。具体的な祈りの内容ですけれど。十項目。 私は提案したいいと思いますすメモを取りながら聞いていいてただけると嬉しいですねまず1番目戦闘が拡大することのないように祈りましょう平和が速やかに回復されるように破壊っていうのはよろしくない戦闘が拡大しないようにこのことが中東地区全体を巻き込んでくる戦争につながらないように平和が速やかに回復されるように祈ってください。番目ヒズボラが 北部から大規模攻撃を仕掛けることのないようにつまり戦線が拡大することのないようにアメリカは空母を派遣してヒズボラの攻撃に備えようとしていますねヒズボラが静かに静観してこの事態を見守ってくれるようにヒズボラの働きのために抑えられるようにという祈りを捧げましょう。番目 イスラエル国内にアラブ系イスラエル人たちがいるんですね100万人以上いますアラブ人でありながらイスラエル国籍を持っている人たちですが彼らがこの動きに連動してテロ行為に加わることのないように国内のアラブ系イスラエル人がテロ行為を始めたらこれはもう本当にチャンなことになりますね血で血を洗うような争いがイスラエル領土内で行われるようになるこれが起こらないように さらに4番目100人前後の、まあ、100人以上ですねイスラエル人捕虜がいるわけですねガザ地区に連れて行かれた捕虜がいて男性も女性も老人や子供も外国人も含まれてますね百数十名いたんですけどもう何名かすでに殺されています彼らが一日も早く無事に解放されるように祈りましょう5番目この試練を通してイスラエル人が神への 信頼を増し加えることができるように願わくはイエス・キリストに対する信仰が増し加わるようにということを心から願っています六番目に国防軍兵士たちの命が守られるように国を守るために戦っている国防軍兵士たちの命が守られるように七番目その中でも特にメシア肉獣の兵士たちが危険から守,守られるように祈りたいと思います 8番目ガザ地区の一般住民たちの命が守られるようにもうこれが本当に心が痛いんです。ハマスはテロリストで当然の刈り取りをしていますけれどガザ地区の一般住民たちに影響が及んでいるわけですね彼らの命が守られるようにということですこれが8番目9番目と10番目は日本人のための祈りです。岸田首相が、 あるいは日本の政治的リーダーがこの奇襲攻撃はテロ行為であることを認識するように反応が諸外国に比べると本当に遅いですね諸外国特にヨーロッパ諸国アメリカはこれテロ行為であるテロによる奇襲攻撃であるとスタンスを明確にしてイスラエルには国を守る権利と責任があるということを宣言してハマスを批判している。 そういうスタンスが日本には気迫です9番目政治的リーダーのために祈りましょう10番目日本人が反ユダヤ的論調の影響を,影響を受けることのないように今回のこの戦いはテロリスト組織と独立国の戦いなんです国と国との紛争をめぐる戦いではないっていうことをしっかりと理解しておく必要があります そしてもともとユダヤ人が悪いことをしていたから攻撃を受けるんだみたいな論調が非常に広がっているような気がするんですがこういう反ユダヤ的論調の影響を受けることのないようにいいいいいいいものはいい悪いもののはは悪悪ととしっかり言えるそういうススタンスに立ちたいと思いますこの10項目今提案しましたがこれ以外にもあるでしょうけどイスラエルの状況を覚えながらまたガザ地区の住民たちのことを覚えながら 鳥なしの祈りを、涙の祈りを捧げていきたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございます。毎週金曜日にイスラエル旅の動画、イスラエル旅行の動画を配信していますが、今週はこういう状況ですので、それは1週間お休みにして緊急動画を持って返させていただきます。よろしくご理解ください。ありがとうございました。